はい、皆さんこんにちは、ニプヨ王女石灰の八代です。今日もですね、お家を一軒ご紹介させていただきます。今日ご紹介いただけましたのはいつものかもめ知見さんです。ですね、今日ご紹介させていただきますのは立山市浜田という場所にあります。この浜田という場所はどちらかというと移住してきた方が多い地域かなというふうに思います。新しいお家も多いんですが、で今日ご紹介するお家なんですが、敷地が 62.3坪、建物が 13.4 坪とちょっとこじんまりとしたちょうど使いやすいサイズかなと思います。建物も今からぐるっと一回りご案内いたしますが、傷みも少なくてなんかすぐ住み始められるのかなと思います。はい、価格が、780万円、部屋数が3部屋ですね。でキッチンがついてお風呂トイレもちろんありますということです。ぜひご覧いただいて、ちょっと現地もね周辺の環境がすごくいいので見ていただきたいなと思いますので、ぜひ足を運んでいただいて、ご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、それではご覧ください。はい、それではいつも通り玄関からご紹介していきたいと思います。はい、ですね、この玄関広くはないんですけど、もう綺麗に片付いちゃってます。傷みもなさそうですね。はい、では中へ入っていきます。玄関を入ってすぐが広い廊下になっています。はい、で入って、左側に和室、こちらが6畳間ですね。はい、押し入れが2つ、天袋が2つあります。押し入れも綺麗になってそうです。はい、全然こう、これは向こうまで抜けてるんですね。広い押し入れです。収納たっぷり。全然ね、カビ臭さもないので湿気がなさそうですね。はい、天井も綺麗です。壁も傷んでないですね。あんまり使ってなかったのかな。建物自体は実はそんなに大きくないんですけど、割にですね広く見えます。これリフォームして、例えばこっちも床にしてしまったりすると、畳をね張り替えてこういったフローリングにするとさらになんか広く使えるのかな、そんな気がします。まあね、でも畳好きな人もいますからね。まあ個人的には僕畳好きなんですけど。はい、そしてこの奥に入りますとキッチンがあります。キッチンはこじんまりとした小さなキッチンです。新しくはないんですが清掃されていて綺麗になってます。まあ、低くはないですね。そして、隣が洗面台、こちらがおトイレ。おトイレはこれ簡易水洗だそうですね。簡易水洗、まあ見た目はもう水洗ですね。はい、そしてお風呂があります。お風呂もね広くてなんか清潔な感じです。綺麗になってます。ボイラーがプロパンガスなので、ちょっとまだチェックできないんですが、もしかするとボイラーは付け替えになるかもなという感じです。はい。はい、そして廊下を渡って反対側に同じく和室6畳があります。でこちらに洗面台があっ
で棚があったりしますが、これはなんで洗面台がここにあるのかな。あのシャワーヘッドついてて朝シャンができる感じなんでしょうかね。でここにですねお勝手口がついてますね。外にここから出れる、そんな感じです。はい、でここがですね、奥の方の玄関から入って右側の和室なんですが、ここは床の間ではないんですけど、なんかちょっとしたスペースがあります。でここにはクローゼット、まあ押し入れなのかな、がありますね。で天袋があります。なんか木材の新しい香りがして、材木もねこっちちょっと新しい気がしますね。もしかしたらこっち増築なのかなっていう気はします。はい、傷みも少ないですこのお家。うん、とても綺麗なお家ですね。でこの家なんですが、あのぐるっと一回りした感じ、床抜けもないので、まあ、建築年数からしても意外になんかしっかりとした建物だなという気がします。安心ですねこれだけしっかりしてると、まあ、別荘とかに非常にいいのかな、そんな気がします。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ですね、非常に建物自体は38年築年数なんですが、周りに綺麗、これ別荘利用だったらしいんですよね。なのであまり頻度を高く使ってはいなかったんですけど、管理はよくされています。あの床の抜けているところとかも見られませんし、天井もみんな綺麗です。で、まあ、景色、これお隣 の、 あの敷地の借景なんですが、あの畑が広がっていて、その向こう側にはあの小さなこう森があったりします。自然豊かな場所でのんびりと暮らす、もしくは、別荘として時々遊びにいらっしゃるというような場所としては非常にいい場所なのかなというふうに思います。まあね、周辺環境からすると、まあ、自然豊かでいいんですが、浜田というところはまあちょっと不便なので、あの普段毎日暮らすという方、車がなかったりする方にはちょっと不便な暮らしになっちゃう気がしないでもないんですけど、まあ、車があれば、まあ、あの生活もできなくはないかなと思います。まあね、買い物とかも近所でできなかったりするエリアにはなってしまうので、まあ、ある意味用途はちょっと選ばれるかなという気はするんですが、建物自体は非常にいい建物だと思います。形があの複雑になっていないので、例えばリフォームをしたいっていう方には非常にリフォームをしやすいのかなと思います。ただね、なんだろう、直さなきゃいけないところっていうのはあんまり見当たらないんで、まあ使い方でご趣味に合わせて、あのなんかちょっと作り直す、増設するみたいなところがあるのかなと思います。収納もたっぷりです。ぜひ一度ご覧いただいて、まあ、周辺をね合わせてご覧いただいて、なんかご検討いただけたら嬉しいなというふうに思います。お問い合わせはこちら川越地検さんに、直接お問い合わせいただければなと思います。ご案内してもらってください。川越地検さんとてもあの地域に詳しい方なので、いろいろあの地域のことも聞いちゃうといいかなと思います。はい、お気軽にどうぞ。ではまた次の物件出ましたらご紹介させていただきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。